演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はしら、チャンネル登録よろしくお願いします。しら米田コーヒーにやってきました。まずはこちらのモーニングで軽く腹ごなしですね。いや、こなすってもおかしいです、食べながら。それではこちらからいただきます。卵の旨味がしっかりあってコーヒーもすっきり鼻味、いちごジャムが、ね、厚切りトーストも美味しくて出だしは万全ですね。コーヒーはあっさりとした味わいですっきりできますね。そしていちごジャムも甘酸っぱい、パンは厚く食べ応えがあり、卵ペーストも卵の旨味がしっかり効いていてとっても美味しかったです。前座としては申し分ないですね。それでは続いてエッグバーガーとドミグラスバーガーが来ました。どっちが来たのか、こっちがエッグバーガー、2個目のハンバーガー大きいのできました。これはちょっと予想以上ですね。これは食べ応えがありそうだ。それでは、ではいただきます。この大きさは本当に予想以上だな。正直侮ってた。これはエッグバーガーは卵ベースと旨味は最初の卵サラダのペーストにボリュートよく効いていてとっても美味しかったです。結構強烈に来ましたね。そしてドミグラスバーガーもお肉が食べ応え満点で、噛んだ瞬間に肉の旨味が満点になってきましたね。ソースともが絡んで野菜のシャキシャキ感もあってとっても美味しかったです。とそうこうしているうちにこちらコロッケバーガーとフィッシュバーガーどっちかどっちか分かんないんですけどが来ましたね。では多分こっちはフィッシュだろうな。フィッシュで全然タルタルのイメージがあるので、ではこちらフィッシュバーガーいただきます。今回は正直しくじったかもしれないな。これうわ、食べきれるかな。いや、食べきるんだ。コメダコーヒーのバーガーは大きいと秀夫ちゃん予想以上でしたね。あんなの、ファストフード店でもマクドナルドでも見たことないわ。ちょっと正直侮っていた部分がありました。心の場を借りて謝罪いたします。申し訳ありません。で、フィッシュフライの方なんですが、かなり白身魚の旨味がありましたね。タルタルソースも多いんですけど、それに負けない、それ以上に白身魚の旨味が口の中にふわっと広がっていて、カリッとした衣も美味しかったんです。コロッケの方はちょっとしっとりした感じでしたね。でもジャガイモのホクホクした甘みがしっかり感じられました。さて、まだ終わりじゃないんですよね。こちら、左がクロネージュ、右がコーヒーゼリーです。ちょっと間が一面にしたんですけど、これ美味しそう。あれ、コメダの器物のあれはと思われるかもしれませんが、あれは以前食べていますので、この時にレビューしています。というわけで今回はこの店で最後に締めたいと思います。ではまずはこちら、クロネージュの方がこちらソフトクリームプラスチョコバームクーヘンなんですね。ではいただきます。あんなこと言っときながら結局こういうのも食べる自分って一体に。あ、でも味が切り替えられたから復活だな味覚は。ラストはこちらのコーヒーゼリー。これもちょっとこれやると一気に食べづらいので、これからいただきます。さすがお店にコーヒーという名前が入っているだけありますね。ゼリーも苦味がしっかりあって美味しい。それでソフトクリームと混ざるっていうのがまたいいですね。コメダコーヒーのソフトクリームは全然ちょっと硬めのジェラートっぽい食感なんですね。どちらのソフトクリームもそのね、それが乗っていました。どちらのソフトの形でしたね。ちゃんと言うことまとめてって話です。で、クロネージュの方ですが、あっくりよねこれ。そうだそうだ、クロネージュの方ですが、チョコバンクーヘンは甘さ控えめで、ソフトクリームのスプラベルと、ね、うまく調和してとても良かったですが、ちょっとバランスが悪かったかなと思いましたね。もうちょっとバームクーヘンが多いと、あれはソフトクリームが少ないと出ないと、最後にソフトクリームだけ残っちゃうので、
結局ソフトクリームだけでも食べるのと大差ないようなそんな気がしました、ね、そしてコーヒージェリーはだいたいコーヒーにはビューフレッシュとかやりますけど、その代わりにソフトクリームを混ぜる、そんな感じです。そして食べ進めていくと自分の大好きなバナナが一番そこから発掘され、それがまた違った食感と甘みを出していて、コーヒーゼリーは苦みが強くてクリームの相性バッチリでとっても美味しかったです。やっぱりさすがこんなお店の名前にコーヒーと入ってるだけのことはありますね。あのそれは関係ないかで、今回コメダコーヒー飲みますね。コメダコーヒーさんのメニューはキュウリが入ってるものが多いので、サンドイッチやサラダはほとんど食べられないのですが、そうですね、またこうして食べていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただおっと、今回は採点はいたしません。どれも美味しかったので多分全部これかこれになっちゃうんですよね。なので個々の採点は今回は省略させていただきます。やっぱり何も最後に食べるのはあるのでしょうが、今回の一押しはコーヒーゼリーですね。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分ですね。